はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は戦国無双真田丸続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、開始シナリオということでお届けしてきたんですが、今回から本格的にアクションパートも含めたプレイをお届けしていこうかなと思っておりまして、今回は第1話的な扱いになるんですかね、有名な川中島の戦い、こちらをお届けしていきたいと思っています。でですね、ちょっと実はマップとかをですね、ある程度把握した上でプレイしないとかなりのグダ実況になってしまうことが、何回か収録して分かりましてですね、今回はというか、今回もっていうのかな、声は後取りにさせていただいて、アクションパートも、随所にカットをさせていただいております。投資プレイでないところに関してはですね、あらかじめご了承をいただければ幸いかなというふうに思っています。で、早速ですね、川中島の戦いなんですが、川中島の戦いは全部で3つの戦いから、なってます。1つ目がですね、今ちょうどプレイを始めている西序山の戦い、攻防戦ということで、これは有名な啄木の戦法ですね。軍師山本勘助が発案したと言われる武田の本軍と別動隊で、西条山にこもる上杉軍を追い落として八幡原に布陣する信玄の本陣が吸収するという、いわゆる攻撃作戦ですね。こちらの方を行うための西条山吸収戦、これが、今プレイしているところです。なので、当然夜間に西条山にこう駆け上っていくっていうところなので、戦場も今暗い状態、夜の状態ですね。こちらの方でシナリオが進んでいる、プレイが進んでいるという状態です。武器とかはですね、徐々に進化はさせていっているんですが、いかんせんマップと、あと敵の武将の動きですね、これをある程度把握しておかないと右往左往してしまうというところと、あと前回もね、少しお話言わさせていただいたかなと思うんですけど、かなりの方向音痴でして、ね、マップを見ながらでも道に迷うっていうね、いうところもあってですね、何度かプレイをして、マップを把握した上で実況をさせていただこうかなと思って、プレイの方はしています。ただ一度ですね、今回だと川中島の戦いは3つ、先ほどお話したように3つからなっていまして、で1つが今プレイしている西条山で、2つ目が八幡原、そして最後が善光寺砦での戦いという、この3つのパートからできているんですけども、1つ目2つ目をクリアしたあと、1つ目に戻ったり2つ目をもう1回プレイしたり、つまり八幡原の戦いですね、この次にある八幡原の戦いをクリアした後に今プレイしている西条山の戦いですね、こちらに戻ってプレイすることができるんですけど、どうも最後のですね、善光寺砦の戦いをクリアしてしまうと、この最初に戻ってプレイするっていうことができなそうな感じなんですね、今のところ。最終的にクリアを進めていくとできるようになるかもしれないんですが、ちょっと今だとそれができなかったので、前にプレイした収録していたものを別撮りというか、声だけ別撮りにさせていただいているっていうところがあってですね、ちょっとプレイとマッチしていないっていうところがあるんですが、おいおいそのあたりをもうちょっとね、確認をして、もし最後までこの長期合戦と呼ばれる川中島の戦いとかね、複数の戦いからなる章をクリアした後でも最初に戻れるというようなことが分かれば、あるいはその方法が分かればですね、プレイをしながらの実況にまた戻していきたいなと思いますので、今回はね、冒頭お伝えした通り声は別撮りになってますという点でご了承いただければ嬉しいかなと思います。で、次の一手とかですね、なんだって話なんですけど、次の一手っていうのは戦場で出てくるミッションですとか、あとはこの前のパートにあたる探索パートとかで、お役目、これもミッションだと思うんですけど、ミッションをクリアしたりすると戦いを有利にするための、策が発動できるんですが、
そのあたりもですね、ちょっとこれは初見プレイの時のものなので、あまり次の一手策が集まっていない状態でプレイをしているんですけども、最終的にはね、あの策がかなり集まってくればプレイがかなり有利になるなっていうのが、あの川中島の戦いを最後までプレイしていた印象ですね。で、あとですね、今プレイしているこの正幸なんですけども、プレイのスタイル、武将のスタイルとしては通常スタイルという形になっているので、まあ単純にボタンの組み合わせでコンボを出しながら、攻撃していくっていうのがいいかなと思うんですけど、視聴者の方か、あるいはツイッターのフォロワーの方等々からですね、三角ボタン、新作プレイですね、これは確か前作から出てきた新しいアクションだったと思うんですが、ね、新速を使うと非常に雑魚敵を一掃するのに便利ですよということで、新速もですね取り入れていってるんですが、これはちょっと初見プレイのものをお届けしてますので、ちょっと新速プレイ、新速攻撃があまり出ていないなというところがあるんですけども、実際には新速取り入れていますので、それもねおいおいご覧いただけるんじゃないかなと思います。で、今ですねこの山本関係で発案したキツツキの戦法が剣士に破られていて、剣士がすでに最上段を降りていると。で、武田信玄の本陣を吸収中なので、本陣に正幸が救援に向かっているというシーンですね。このまま本陣まで一気に突っ走る、駆け戻る、そういうシーンです。今ちょうどねこの旗持ちのミッションとかが出てますが、こういうミッションをこなしていくと、先ほどお話したような次の一手策が発動できる、戦いを有利にするための、まあ、策がね発動できるというようなことになっていきます。まあ、やっぱり無双の一番面白いな、爽快なアクションと無双のこのかっこいいね、カットシーンですね。特に新速プレイ、新速攻撃は爽快感が非常に高いですね。雑魚敵をこうなぎ倒していく、一掃していくっていう感じが存分に楽しめるような、そういうアクションになっているので、まあ、新速攻撃はふんだんに取り入れて言っています。ここではちょっとね先ほど言いましたようにあまり取り入れてないんですが、この後の新速プレイをかなり取り入れていっています。ただあの武将クラス、敵の武将クラスには新速攻撃がガードで弾かれてしまうので、もう雑魚敵は新速で、武将クラスはやっぱり通常攻撃を織り交ぜながらという形で使い分けはしていく必要があるかなというのが、あのプレイしてきた印象になりますね。武水を承知、押しとる。で、今本陣の方が危ないよっていうのも前提が出てきて、で今信玄のお姉さん綾御前を撃破したので、これから武田の本陣に、戻りますというところで、有名な信玄と剣士の一騎打ち、太刀を振り下ろす剣士に対して信玄が軍配で受け止めるというね、そのシーンご覧いただきましょう。来たか、宿敵。今の信玄剣心の一騎打ちのシーンかっこいいですよね。申し訳ございません。なんの良い思考じゃったよ。さて正念場じゃな。はい、というところでこれが1個目の戦い、最初段の戦いです。で、続いては
八幡原の戦いですね、長期合戦の2つ目になります。いわゆる川中島の戦いは謙信信玄双方勝利を主張したと言われていてですね、前半、特に今見ていただいた最初山の戦いを端に発する場面においては謙信が信玄の本陣に切り込むっていうぐらいですからね、謙信有利に進むんですね。別の隊の方に兵を回していた分本陣が手薄になって武田の本陣が吸収されるっていう前半、そしてこれ以降はですね、別動隊が八幡原に戻ってきて謙信本陣と吸収する、攻撃するっていうね、いうところで後半に関しては信玄が有利だったということで双方が勝利を主張したっていうのがこの川中島の戦い、第4次川中島の戦いです。で今からプレイしていくのがですね、その真ん中2つ目の合戦になる八幡原の戦いになります。でここではですね、主に信玄を護衛しながら海津城へ、入城するっていうのがメインのミッションになります。ですので、信玄に付き従いながら信玄を守りながら海津城を目指すということですね。それだけに勘助様の覚悟も報いる道だ。見えている先の戦で柿崎の隊を少しでも叩いておけば勘助様の助けになったよし。今ちょうど柿崎を叩いておけば叩いておきますが、これがね、次の一手につながる手柄に相当する部分なんですが、前の最初段の戦いで柿崎を倒せてなかったので次の一手が発動できないっていうのが今ので案に描写されているシーンですね。でこの第4次川中島の戦いでは今話が出た勘助、それと信玄の弟武田軍の昇格にあたる武田信繁、この2人がね討ち死にするっていうところで、個人的にはね、双方が勝利を主張したといっても、少し信玄の方が出が悪かった、痛手が大きかった、そんな戦いだったんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。で今ちょっと出したのが新速攻撃ですね。でちょっとここでもね、新速攻撃はあまり出せていないんですが、これは太陽山の戦いから投資でプレイした時のものになってますので、ちょっとまだね新速攻撃を十分取り入れられてない時の収録のものになってます。親方様、お無事を信じておりましたぞ。信玄がこちらに、もろずみごときに手を焼いた挙句この始末か。この七を脱すれば兄上は必ず巻き返す。何としても守り通してみせる。不働きなど自慢にならん。この辺りは敵の武将がワンサが出てきている感じですね。で雑魚兵がいっぱいいる時には、雑魚兵を買っておいて、そこで無双ゲージを貯めて、武将に対して無双ゲージを発動して、無双極意、無双奥義を発動していくっていうのがね、定石の攻略パターンになるかなと。ここで先ほど話した武田信繁が討ち死にしたというところになります。信繁までが言ったというのか。逃がさぬ宿敵。親方様、先をお急ぎください。わしは謙信を打ち払ってから参ります。正清、
無茶をするんじゃないよ。まあ、この辺りはね、まあ、ひたすら雑魚敵を一周一掃していくっていうところをですね、改めて村上義樹を撃破するというところ。叩くなら徹底的に叩くべきだった。あの時義樹雄に手傷を負わせていれば。剣心もね、当然のように出陣してきてますので、剣心と、まあ、AI というか味方のコンピューターが戦うと、やっぱり剣心有利というところですね。足止めも果たせず無念。でここで剣心妨害のために次の一手を発動してます。このまま海津城へと信玄は逃がすと。そろそろ日が沈む頃合いか。夜は周りが見えにくい。気をつけろ。で場面がですね、このままあのしばらく戦闘続けているとそのまま夜の、時間の経過がなっていきます。で今はもうね、砦内に入っていて100人敵を倒せばまずは信玄を逃がすことに成功するっていうね、そういう最後のミッションになります。八幡原の戦いの最後のミッション。親方様、急ぎ城内へ。犠牲は大きかったですが、親方様さえご無事なら。まあ副将の信繁を武田側は失ってますからね。ここで戦はこれからだよ。で今度はですね、川中島の戦い、3つの戦闘のうちの最後、善光寺砦での戦いになります。正幸、七月部隊と合流しておくれ。わしも本隊を率いて進もう。承知しました。され、親方様は我が軍の要。どうかご自重ください。わかっておる。無茶はせんよ。まあ、やっぱり馬上で戦うよりかは降りて戦った方が圧倒的に効率よく敵を撃破できますよね。でこの3回目の戦い、善光寺砦の戦いに関してはですね、先ほど話していた迅速攻撃もかなり取り入れてます。ご
高坂様らがおられるのはこの先だ。かようなところで手間取ってはおられん。みんなうろたえてはなりません。私が食い止めている間に撤退なさ。よほど私は気に入られてしまったらしい。とても可愛らしく思います。でここで綾御前を撃破していきます。でいよいよ剣心登場というところですね。で剣心はねやっぱり攻撃力が高いので信玄を狙われないということと自身のねヒットポイントの残りもきっちり把握しておく必要があるかなというところですね。信玄にとどめを刺していきましょう。今みたいにねやっぱ迅速攻撃は武将クラスに弾かれてしまうというところが欠点ですけどね。どうにか勝ったね正幸、見事な初陣じゃったよ。は、恐れ入ります。これで川中島のアクションパートはすべてクリアになります。みんなよくやってくれたね。この勝利が我らの王道を推し進めてくれるよ。正幸、おことの活躍も実に見事。おかげで命拾いしたよ。恐れ入ります。おことも疲れておろう。今宵はゆっくり休むがよい。で、真田の本城に戻って行高に報告をしているというところですね。正幸、戻ったか。よくぞ無事で。でここはさらに勝頼にね、報告話をするという場面になります。大層は激戦だったと聞く。まさか信重おじ上や勘助まで。はい。だがお前の働きで父上の危機も避けられたそうだな。お前の読み通り霧が出たそうだが、それもお前の手配りで。正幸、多くの犠牲を見てきたのだな。さような時に先行など褒められても嬉しくあるまい。許せ。滅相もありません。それこそモノノフの本懐であるはず。正幸、この犠牲もまた親方様の王道の礎なれば我らは一層。無理をするな正幸。人が死んで悲しいのは当たり前だ。勝頼様、戦が続く限りこのような悲しみは絶えない。父上が一日も早く天下を取っていただかねばな。はい。そうして大切な友が帰ってきて嬉しいのもまた当たり前だ。本当によく戻ってくれた正幸。勝頼様、で数年後というところになります。
正幸が華々しい初陣の戦果を挙げた数年後、正幸には二人の息子が誕生した。我が子か、小さいものだ。いやー、可愛いですね、こうやって見ると。僕もね、子供が欲しいんですけどね、ちょっとまだ我が家には、子宝に恵まれていないというところはあるんですが、本当に可愛いですよね。たとえこの身に変えても。これが雪村、そして信雪というところ。そうだな、命を捨てて何を守れるものか。私はこの乱世を、はい、というところで川中島の戦いお届けさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。